こんにちは、常田大輝です。それでは早速ファンの方から来た質問に答えていきましょうか。年末も近いんでね、正月ちょっと一区切りというか休みもらって、どっか温泉とか行きたいですね。冬はこれでバッチリじゃないですか。高島屋ですかね。高島屋緊張しますね。ザ・マンザイ。最悪のイメージをしますね、でそうなりたくないから、起きたい時間に起きれる能力かな。まあ、だいたい和樹かなんかだとか考えたのを軸にメンバーで話し合ってる感じかな。気分で クラシカルなアディダスが俺は好みだから、ラインのものをあんまり肩肘張らずにさらっと取り入れてるじゃないですか。なんかここで出会ってなかったら出会えなかっただろうなみたいなね、人と人の縁っていうのはねやっぱりあるから、そういうことは感じますね。